皆さんこんにちは、ウーガチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。ということで今回もミニ四駆の動画やっていきたいなと思います。今回なんですけれども、前回までにフロントバンパー作っていただいたんですけれども、今からリアバンパー作っていきたいなと思います。でリアバンパーを作る時とかにめちゃめちゃ重要になってくるのが、これミニ四駆のチェックボックスって言われるものになってくるんですけれども、こちらがなぜ重要なのかと言いますと、まあ、本当はねセッティングボードとかでも構いません。こんな感じね、タミヤのセッティングボードとかでミニ四駆の最長を測ったりするんですね。でこのラインまで、まあ、ミニ四駆の全長を大きくできるよっていうことで、規定いっぱいまで大きく広げることが多いです。ですので、まあ、簡単にね自分のその規定いっぱいまでを作るときにこういうチェックボックスがあるとめちゃめちゃ便利です。で最近ではこのチェックボックス手に入りにくくなってるんですけれども、大型家電量販店のね小島電機さんとかでもう同じようなもの、似たような類似品になっちゃうんですけれども、まあ要は結局類似品であろうが正規品であろうがここら辺もうマジで関係ないので、そういうのがね出ているよという感じでございます。はい、まあ、こういうチェックボックス、タミヤのね規定幅になっているチェックボックスを使用してミニ四駆を作っていくと非常に楽ですという話ですね。今回はブレーキバンパーとリアバンパー作っていくわけなんですけれども、今回使用するパーツはこのねリアブレーキカーボンかと思われがちなんですが、これだとねちょっとね短いんですよね。こう当ててもらったら分かると思うんですけど、だいぶね3ミリぐらい損するのかな、損するって言い方おかしいですけど3ミリぐらいね開いちゃうんですよ。こっち側に隙間ができちゃうので、このね今見えにくいと思うんですけども、ここに書いちゃいますね。この辺とこの端からこのラインまでミニ四駆の車体の長さってつけれるんですけど、ここからですねこれをつけるとほら分かります、このぐらい隙間が開いちゃうんですよ。ちょっと見にくいですけど、なんとなく察してもらったら分かると思います。このぐらい隙間が空いちゃうので、ちょっとこの隙間はもったいないし、プラスアルファでねそれ説明していきながらやるんですけども、リアブレーキって後ろに行けば行くほど高くなった方が理想的なんですね。なので後ろに行けば行くほど高くしたいってなった時に、これ1枚だとそういうのはちょっとやりにくいじゃないですか。なのでちょっとコストは悪くなってしまうんですけれども、今回は、この HG カーボンマルチワイドリアステイとこちらですね AR シャーシのカーボンリアワイドステイを使用して作っていこうかなと思うんですけど、これねちょっと注意点がありまして、まあ注意点って一体何ぞやという話になると思うんですが、このね注意点になってるこの AR シャーシカーボンリアワイドステイとこの AR カーボンマルチワイドリアステイ、これねどっちも限定品なんですよ。なのでもしこれが手に入らなかった場合は、まあ応用していただいて構いません。こっちはね比較的手に入りやすいので、まあ売ってない地域は少ないはずなんですけど、こっちはねないかもしれない、売ってる地域がないかもしれないので、例えばこれとこれ、いややめよう、これとこれで作ろうか、じゃあ今回はねこっちの方がみんな手に入りやすいもんな。ということでこの HG カーボンマルチリアワイドステイ2枚を使ってじゃあ今回作っていきましょう。ちょっとね加工の工程増えるかもしれませんが、おそらくみんなが手に入るやつで作った方がやりやすいよね。ということでね、こちらはね両方 FRP でも販売しておりますので、カーボンでちょっとカーボン嫌だなって思う人は FRP でも構いませんのでね、ぜひ購入して用意していただければなと思います。さあということでね今回は作っていくわけなんですが、最近ね申し訳ないですね、結構動画が長くなってしまって何本かに分ける感じの動画になってますが、皆さん的にはどうですか、長い動画で1本なのか、長い動画をまあ日分けしてポンポンポンって出していってもいいのか、そこら辺はねちょっと皆さんとちょっと相談したいなというところで、まあもしねよかったら皆さんの意見聞かせてくださいということで、はい、こんな感じでねブレーキステイ用意しました。そうしましたらこれ合わせてみたら分かると思うんですけど、1枚ではもちろん足りません、長さね足りないので、もう1枚を足してこの長さに持っていこうよっていう話なんですね。はい、でこの分厚いところが残った方がブレーキ張りやすいじゃないですか。なのでこの厚いところが一番後ろに来るように設定していきたいというような感じでございます。でこうやって合わせた時にどことどこがつく、この一番後ろの穴を合わせると
ちょっと隙間できちゃうんですよ、後ろに。ここね、隙間ができちゃうから、このね、綺麗に合う場所をまず探しましょうね。穴の位置ずれないようにして、ざっくりでいいです。ぴったりがいいとは言わないんですけど、ある程度近い方が個人的にはいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、簡単なのがありました。この穴が開いてるんですけど、この上から1個2個目の穴を取り付け穴に搭載して、で、ここの一番後ろの穴2つとこちらの一番後ろの穴をこうやってドッキングさせると割とちょうどいい位置になるので、今回はこれでいきますか。はい、これでですね、ブレーキバンパーリア作っていきたいと思います。で、これね、両方に言えることなんですけど、この横いらないんですよ。横の部分をまずはカットしていきます。カットする作業いきましょう。はい、ということで、このような形にね、2枚なりました。見えますかね、このような形になっていますので、これでもうブレーキバンパーの下準備は完成というような感じになりますが、こちらですね、前回ね、フロント掘り込んだの覚えてるでしょうか。ということでね、リアも今回掘り込んでいきたいんですけど、形状がね、これ掘り込めるのかなっていうのがね、ちょっと不安なんですけど、もう掘り込む気持ちでいるんでね、掘り込みたいと思います。使うのはね、ホリコムンダーの 1.5mm ですね。これ 3mm バージョンも出てるんでね、 MS で小径とか使われる方はね、ぜひトモゾウさんのホリコムンダーで購入されてみてください。これめっちゃ便利です。毎回言ってる、もうこれがあるだけでミニ四駆マジで変わるから。じゃあそれでは掘り込んでいきたいと思います。ちょっとバリとかを取ってみての話になりますね。これね、使えなかった場合は、まあ使えないことはないんですよ、正直。精度をね、簡単に出すかどうか、出せるかどうかのチェックを今から行うんで、掘り込むことはできてます。ただ適当にウィーンってやっていいのかどうかだけ先にチェックしておくんで、これね、これウィーンって適当にやったらダメじゃないかって怒られたらね、あれなんで、ね、せっかく作ってもらったシャーシ1回で成功していただきたいので、このね、縦の長さを測っていきましょう。はい、こっち10、こっちも同じですね、10、こっちも10、はい、もうほぼ一緒、 0.1 も誤差がないから、まあ、間違いなく大丈夫でしょうね。不安な時はこの縦の長さとかね、こう測ってみたりすれば斜めにつくことはないんで、この斜めにつくっていうのは結構厄介なんですよ、斜めになっちゃうと。なんでここら辺とかね、デジタルノギスとかで測っておくと、まっすぐなんだなって安心できます。正直ね、自分の目だとね、あれこれまっすぐなのかってなっちゃうんで、まあ、できればね、上と下でこうやって測ってあげればいいかなと思います。ざっくりとした、まあ、確認方法にはなるんですけどね。じゃあここにこれね、バンパーを取り付けていくわけなんですが、1本後ろに入れるって話しましたよね。穴こう一番外じゃなくて1本後ろに入れるって話なんで、これね、1個前に出そうと思ったらもうぶつかっちゃって入らないので、またですね、こうカットしていきます。これ思うんだけど、俺サラビス加工してからやった方が良かったんじゃねえかって思ってます今。これね、皆さんはね、よかったらサラビス加工してからの方がいいかもしれないな。サラビス加工まで終わらせました。取り付け穴のところですね。こまめに掃除めちゃめちゃ大事なんで、こまめに掃除していきましょう。で、あとまっすぐつくかどうかのチェックを行います。なんかに引っかかってるとかがあったら、しっかりとこれね、ピタッてひっつかない場合は、基本的にピタッてひっつくようになるまで調整してください。なのでここら辺出てるバリとか、こいつのせいでまっすぐついてないなっていうものがあったら、結構徹底的に取っちゃってください。バンパーがね、まっすぐついているかどうかって、意外とミニ四駆のその性能に大きく作用するので、意外とじゃないな、大きく作用するので、まっすぐ乗っているかっていうね、こんな感じでね、綺麗にピタッてはまるかどうかはしっかりとチェックしておいてください。さあ、そうしましたら、今度は穴を貫通させたいですよね。この2つの穴を 2.1mm のドリルで拡張していきます。これ拡張しなくてもいいんだけどね、ぶっちゃけ。そうしましたら、気持ち長めのサラビスを用意していただいて、これ2つね、2つ用意していただいて、気持ち長めのサラビスでここね、通していきましょう。サラビス切っちゃうかもしれないので、まあ、切っちゃうかもと思っている人は鼻から短いやつでもいいです。
今回ね、正直東北ダンパーにするかキャッチャーダンパーにするか沖マスダにするか、まあ、めちゃめちゃ悩んでるんですよね。結局今回の、ね、目標がやっぱり初心者さんの使いやすいというか入りやすいミニ四駆っていうのを今回目指してますんで、簡単に作れるってなるとやっぱ東北ダンパーとかは結構難しくなっちゃうのかなって思ってる部分ではあります。この辺もね、よかったら皆さんの意見とかね頂戴できると助かるんでよろしくお願いいたします。ただ誰が何と言おうとこの電動ドライバーは使いやすいのでね、皆さんよかったらぜひ買ってみてください、この電動ドライバー。はい、ということで、そうしましたら、今度はねこれをこうやって取り付けていくわけなんですが、もう一度ね実際の穴に取り付けてチェックしていきましょう。どうよ、ちょうどいいんじゃない、ちょうどいいんじゃないの、いやこれちょうどいいんじゃないの、これいやちょっと長いか、一個前にする、1個前にすると1ミリぐらい開くね。これどうしよっか。これね、ブレーキプレートをきれいにまっすぐ切ること結構難しいんですよね。ここはねもう皆さんに任せましょう。これね、穴一番前と一番前をこう取り付けたらいいっていう最初話だったんですけど、これだとちょっとね規定以上になっちゃうと思うんですよ。ほら、なんとなく分かります、ビタなんで、おそらくねちょっと入らないんですよ。だから1ミリぐらいこの面を削らなきゃいけなくなるんですけど、その道を進む人と、いやちょっとそれはめんどいって思う人は1個前にね出していただいて穴を、でそこに取り付けていただければなと思います。今回はそうだね、ちょっと1個前に出しますかね。なんで一番後ろの穴から1個前、このような感じでね、一番後ろの穴から1個前の穴を、1個ね、シャーシ側の穴をサラビス加工いたしました。そうしましたら一番後ろのやつね、これは必ず切り取っておいてください。だから理由があるんですけど、このね一番後ろに残しておくメリットがないんですね。結局バンクスルーとかしようとした時にこいつが邪魔してバンクスルーできない時とかねあるので、ここは切っておきましょう。きっと邪魔になります。あんまりねここギリギリまで追い込むとブレーキバンパーが折れたりする原因になったりするので、あんまりギリギリまで追い込まないようにしましょう。でそうしましたら今度はこっち側を切っていくわけなんですが、これのね切るときはめちゃめちゃ簡単、回転させてここに当てます。ここに当てたまま横にスライドさせてください。ここに当てたまま横にスライド、そしたらだいたいまっすぐ切れます。まあ最後気になる人はペーパーとか当ててもいいかもしれません。まっすぐ当てて横にそのままスライドしていく。はい、これで結構まっすぐになると思います。まあ、気になる方は本当に板やすりとかで、こういうね板やすりとかでこんな感じで当ててもらって、まあ、シャカシャカやっておいけばだいたいまっすぐになるはずですね、だいたい。でね、こう切れ端とかこういうのあるじゃないですか、これめっちゃ使えるんで取っておいてくださいね。ちょっとだけカーボン欲しいんだよなっていう時にめちゃめちゃ使えるんで、これはね取っておくのをおすすめいたします。でそしたらこれをねここに取り付けていきましょう。いやもうめちゃめちゃ久しぶりにシンプルなミニ四駆って作るんですけど、やっぱいいね、このギミックがない感じっていうのをもうめちゃめちゃ久々に作ってる気がするんですけど、今までもうギミックできたんですごい新鮮な感じがするし、その作る時の手軽さがやばい、すげえ手軽な感じがする。あんまりその加工とかをしてる感がないというか、思いっきり加工したい時とかももちろんあるんですけど、これはねこれでいいよ。だからもしかしたら逆に今いろいろセッティング詰めちゃってるレーサーさんもこういうのねたまに1台作ってみてください。結構面白いです今。なんかギミックしてね、こうシンプルなマシンっていうのね。はい、こんな感じでこれで皆さんのマシンの全長が決まったわけです。こんな感じね、ブレーキバンパーが前後について後ろ掘り込んでありますんで、こんな感じでね段差が1枚2枚貼れるような感じになってます。で2枚ブレーキが貼れるとね、やっぱりやれることも増えますんで、こっち側だけに貼ったりこっち側だけに貼ったりとかで、さらにね
上ここスペーサー入れて、ね、長くすることで後ろの一番後ろねここ高さ調節できます。ですんで、まあ、3ミリブレーキ張ってバンクスルーさせたい時とか、まあ、ここに3ミリ張っちゃうとバンクスルーできないんだけどどうしても3ミリブレーキがいいんだっていう時はこれで少し上げてあげて3ミリブレーキを張るとかね、できるようになります。はい、じゃあそれでは運命の時入りますか。入りましたね。はい、ということでね、こんな感じで少し前後にカタカタ動きますが、まあでもね、そこまで隙間はないのかな。どのくらい隙間があるって言ったらいいんだろうな。いや違う、 1.5 ミリぐらいかな。うん、 1.5 ミリぐらい余裕がある感じなんで、もう前兆に関してはこれで言っておけば公式大会とかは、ま、間違いなく他県はクリアできるんじゃないかなというふうに思います。そしたらね、あとはバンクスルーとかは後々チェックするとして、そしたらじゃあここにいよいよバンパーつけていきましょうか。通常のバンパーつけていくんですが何にしようかな。はい、ということでそうしましたら今回ねフロントバンパー結構普通のやつで作りましたんで、普通のやつで作りましょうか。これもね今回貼り合わせていきます。いやそうだね、せっかくこれ貼り合わせて擦っていくんだったらこれ全部カーボン擦っちゃうか、カーボン擦ろう。だから全体的な構図を作って一回バラしてカーボンを擦りましょう。なんでこんな感じでね取り付けられます。でこれ位置はね2段階調節できるかな。後ろもいけちゃう、うん、後ろもいけるんで、こ前と後ろでね2段階、ローラーの位置を調整しながら走らせることができます。で引っかかり防止ステーを作りたいんで、引っかかり防止ステーっていうのは何ぞやという話なんですけど、さあこれがですね引っかかり防止ステーの、ついているマシンなんですけども、引っかかり防止ステーって何っていう話なんですけど、ここね、フロントサービス加工してあるのでこんな感じでねバンパーが乗り上げて引っかからないんですけど、このねここに後ろにも引っかかり防止ステーっていうこいつがないと、通常こうローラーつけてるだけだとこのプレートがないと想定してみてください。そうするとこんな感じでね壁に乗っかった時にこのビスが壁に引っかかって戻ってこなくなっちゃうんですよ、こうやって引っかかった状態で。でもここに引っかかり防止ステーっていうのをつけてあげるとこう乗っかってもスルッて戻ってくるよっていうやつですはい、じゃあ引っかかり防止ステーも必要ですねということで、何を使いましょうかっていう話になるんですけど、どれがいいかな。こんなのはもうマジでないですもんね。これとかだとすごい簡単に作れるんですけど、こういうのはもうほぼ売ってないに等しいので、これじゃダメですね。こっちだとまだ見れるかな。バットマンカーボンあるかな。バットマンカーボン、いやいいの見つけたかもしんない。これどう、これめっちゃ形加工しなきゃいけないけどこれだったらいけるか。これちょっと開けてみましょうか。これね最近も売ってる2020年カーボン、これドンピシャかもしんないわ。もしかしたらこいつを、まあ、穴も開いてるしな。いやいいかもしんねえなマジで。タイヤと干渉しないかが結構怖いな。どっち向きがいいかな。ちょっと今試行錯誤中なんで少々お待ちください。とりあえずここの穴につけるようにしましょう。このローラーの取り付け穴に取り付けるようにしたいので、この向き、この向きでこの上の方の穴を後ろ向きに、一番横のこの一番下の穴、ここにこうやってかぶせてつけるようにします。はい、そうするとここの部分でシャーシに干渉するんですけど、このままの位置で取り付けることはほぼないので、ここに3ミリスペーサーを入れてカットしていってみますか。
せる。